こんばんばは、国です。今日は、1人で生きるって、それってね、褒めてるの。ジュースジュースアカペラバージョン。これについて、完全解説できたいと思っております。お付き合い願えたら嬉しいです。さあ、じゃあもういっちゃいましょう。まずね、アカペラバージョンとはそもそも何なのかというところからいきましょうか。ピアノの伴奏入ってるじゃないかと。まあ、ピアノの伴奏入ってるんですよ。 なんだけどそれは教会音楽のの定義の中ではギリギリリっぽいで本当のアカペラというのはポップミュージックの定義で言うと伴奏がないやつっていうようなのが最近の解釈っていうような感じであるらしくまあイタリア語フランス語両方にアカペラなんですけどこの両方ともっていうのの定義はまあ言いたいやつのいう解釈でポップミュージックの場合いいんじゃないのかなとねこっちじゃないポップミュージックね。 <laughs> っていう感じでございますのでまずそこの説明からいきましたじゃあ続いていきましょうこのねメンバーいつも通りこのビオの時にもやったんですけど左からこう行きたかったんですが今回並びがこう左からこういうふうな形で一、えー、人ずつ名前を言って特徴とそしてどういった役割をなんていうんですかねこなしているかそして最終的にどんな意味合いなのかみたいなところまでダダダといきたいと思っておりますじゃあこれもいっちゃいましょう まずね左上が村あかりはあの分割したところの中でから入ってくるんだけど最初ルールだからね。で、えー、とスタンディングまずスタンディング形態で、えー、と歌はエアドリですね要はこのマイクじゃないってこと内蔵マイクってことですね。それでえっ、ー、と動きが何て言うのかな立っている立っている動きなんでほとんどこの ライブと同じような形っていうんですかねそれができているのが植村だと思いますあと手に持ってるちょっとピンクっぽい風船は謎のままでございますなんかこれ答えたどり着かなかったんでもし知ってる方いましたら何んだかしらの形でご一報くださいそんな感じですねじゃあ続いてるるちゃん行きましょう段原るるちゃんはこれ最初のソロもうこれはもうみんなあ思ったことでしょうけどもう前から思ってるけど声 どんな状況でも鳴りまますすねね表現ももできます、ね、もうトップレベルですでこれがこれを聞くだけでもこのアカペラバージョン価値あります。でルルう少しこの呼吸の中で世界観変えながら集中力歌詞の中に入ってくっていうシーンっていうのは最も彼女のなんていうかゾクッとするというかう価値というか。 そういういの感じるんでダンバラルルぜひこういうところ感じ取れるんで見てやってほしい聞いてやってほしいって感じですね。まあルルはそれでいいでしょう。本編も彼女はスタ,あのスタンディングじゃなくて座りながら歌ってるんで一番の中っていうのはその中での上半身の動きというのは見れます。じゃあ続いて、えー、と稲葉真中。で真中これはうすごいプレーなんです。どううしてかというとい まあ座りなながら右手スマホ持ちなんですねで。それでメガネと角度で演出力を高めていく方式で、まあ、これは僕よく言うモモチーズムの一つだと思うんですけどもう自分の定位置の角度っていうのの見せ方を把握してるってことですねそれはもう真ん中テクニックの中に全部入ってますでさらに感想で言うと現場をののスタイルってていうのを入れてるんですよね。どちらかというと演者よりフロア側 のやり方というかそこの気持ちというのを捉えた演出ともたくさんやっててあと「とも子さゆきルルパート」でリップシンクしてるんでですよでそのため一瞬最初に「あれいきなり真中すげえ歌うまくなったな」って真中だけ見てる人は思うと思いますでそれはまあ楽しんでくださいでちょっと外れてんなとか思うけどまあそれも真中の演出でしょ真中だって <laughs> まあそういう人もいるからいいか。 そそそんんなな感感じじ。でです。すまして、カリンですね。一番この端になるのが仮りになるんですけど仮りも座りながらでこれ iPhone のイヤホンかなと思うんだけどマイクの大きさがちょっと小さいかもしれないんで違うかもしれないでかりんにしては通常営業いつも通りという感じで多分スマホ手持ちなんですけどなんか日常のカリンっていうのを見るのはむしろ逆に珍しいような気がしてこういった映像での仮りっていうのはまあ いいですね僕は彼女の実力をよく知っているんで素でさらっと流してる時なんていうのにドキッとするようなところはありますまあもちろんあのしっかり歌も歌ってるし仮にんなりの今日の今日かどうか分かりませんけど日常っていうのも見れていい映像ですまあそんな感じですねでちょっと置いといてあのほのピーを置いといてとも子にしますねとも子左から下の段で2番目なんですけど このトモ子がね何人かコメントで言っててああそれなぁ思っちゃったっすけどちょっとあれっすよ夜中夜中まで行かねえかな仕事から帰ってきて彼女とこう映像でなんつうのかなフェイスタイム的もう今そんなの使わねえかもしれないけどフェイスタイム的な会話に見えるんだよねこれね。 ややりですね。<laughs> まあいいですねまあ内容は戻りましょうで唯一の要は体育座りでこの子もエアトモこもエアで撮ってますねボーカルねそれで固定カメラにしていて、まあ、笑顔と表情芸が多めなんですけどこの距離感が一番近い演出、まあ、ここやべえなってことなんでこれを楽しみに見てくださいあとはもうお任せします ではトモコこの辺にしましょう。で続いて、さゆき。さゆきもすごいんですよね。さゆきも固定カメラです。で、本人なりにかなりこの左右に揺れるアクションの中で、なんかグルーブを表現していく。普段そんなことやらないんで、これ面白いですね。えっと、で、理由はわからないが、iPhone マイクだとしたら逆です。なので、ちょっとモニター取りにくいはずです。聞こえはすると思いますけど。なので、 多分声量が大きいというのはもともと最近あるかもしれないけどモニター撮りにくくて張ってるなんてシーンがちょっと見られるかもしれないということこの辺は、うん、その日の体調とかいろんなもので左右されると思うんで一概には言えないやつですそんなこと思いました続いて「利リ利イは独自のリズムの撮り方と両手芸が多めですねでこれは何か属性が見いだせるものじゃなかったんで 利愛は利愛的ないつもの不思議感というか何というか利愛感っていうのでいいと思うんですけどまあこれ長く見てるとなんとなく本人の感覚っていうの見えてくるところがあって、まあ、そこに属している今日という感じですね昨日かもしれないですけどねわかんないですそれは撮ったのはいつかわかんないですけどこの日ってことですじゃあ続いてタコちゃんいきましょう これ、ね、俺タコちゃん感動したんすけど左手になんか持っててこれなんだか分かんなかったんすよ最初で止めて見ててこの画像ももう漏れなく50回ぐらい見たんで、ね、<laughs> で戻しますね止めて見ててこれ人それのこの衣装なんですよねで衣装でこの首回りの形スカートは違うんだけど上の形だけ見てたら「床にあの」なんですよ。 で宮崎ゆかをここに入れてきたかった演出ってことなのかなって思ってて確定じゃないですよ違うかもしれないですけどでもまあ俺の中でも8割ぐらいそうなんでかわいいねこういうとこねうん愛されるねもう今タコちゃん嫌いな J ・ j ファミリーいないと思ってるんでこの演出いいなと思いましたまあ、右,手右手取りで右手取りで エアホンはマイクついてないんで声はエアで撮ってますね。ほいでまあ本人の不思議ちゃんスタイルみたいなところで踊ってるところあるんだけどうんもしかしてこれジュースジュースの未来犬の中ではすげえ重要になる紡ぐ女性なんじゃないかなっていうところを感じられてちょっとギリギリでした。うんもう感動しました。そんな感じですね。 それでじゃあ最後小林ほのか行きましょう。ピアノ演奏なんですけどこれもともと「ビヨンズの部屋」っていう去年の秋口ぐらいですか、えー、イベントあってでそこで、えっとあな「あなたと私のコンサート」っていうのがありもうすげえ並,並んでも抽選で聴けない場合あるんですけど、まあ、勝ち取りまして人それを俺弾いてもらって聴いてたんですよ。 なので彼女自身は人それあとすげえディープなブログもあるんでそれも貼っときますそのブログで本人が好きなことと解説してるのがあってこの曲の解説は彼女の解説の方が面白いと思うんでもし見てない方だったらそれも見てくださいでやってるんですその時はメロディーも右手で弾いてて、えー、とですからこれと違うバージョンなんですねで本人も バージョンのところでいうとちょっと怪しいところっていうのは楽譜で確認しながらなんですけどもう D メロサビ以降ぐらいのところは自分の中でこう世界観こう入りながら弾けててここれはほのーー見どころっす、ね、でも,もしそのあなたと私のコンサート行かれてた方いたらその記憶と重ねながら見るなんてのも面白いと思います。 ねえだこういった形が今回の「一人で生きられそう」って「それってね褒めている」のをジュースジュースアカペラバージョンだったんですけどまあね大きくまとめましょうか前回の「ビオ」といい今回のこの「ジュース」のバージョンといいこのね実力多分これをやるのにそんなに努力を要してないんですね実力から出てくる余波でどれぐらいあとストックあるのかなって かか実は浮かんでますでどのバージョンかっていうところはまた別ですけども、まあ、これ通常版タイプ C ですよねなのでこういったものっていうのの深みを自粛期間積み上げていくと、まあ、配信であったりとか低予算でのコマーシャル宣伝ということ自前でできることってのが広がってくるしファンも感動できるいいとこずくめな気はしますね、まあ、コンサート見たいですけど。 こんなのを楽しんでいく、そしてこんなレスポンスもしていくみたいなのがやってみれたらいい時期なんじゃないかと思ってお届けしました。じゃあ引き続き国をチャンネル、チャンネル登録もしておいていただければ、こんな話もしていくんで、お付き合い引き続きよろしくお願いします。ではまた。